プリテンダーズは、イギリスのバンド。イギリスの音楽誌、ニューミュージカルエクスプレスの記者だった、クリッシー・ハインドを中心に結成される。当時のメンバーは、ハインド以下、ジェームス・ハニー・マン・スコット、ピート・ファーンドン、マーティン・チェンバース。1979年にシングル、ストップ・イアソビンでデビュー。翌年、ファーストアルバム、アイシのキッズ、同作からのシングル、ブラス・イン・ポケットが共に、 前衛1位となる。パンク、ニューウェーブが接見した当時、ストレートなロックンロールのセンスと、ハインドの快活で姉を肌のキャラクターが受け、人気バンドとなった。プリテンダーズに発表後、ピート・ハーンドンの解雇や、ジェームス・ハニーマン、スコットの休止といったアクシデントが続き、以後メンバーチェンジを繰り返す。1983年のシングル、チェーン・ギャングは、バンドにとって、 初の全米トップ10入りを果たした。1985年にはライブエイドに出演。アルバム Get c ロ o s からのシングルヒット曲 Don't Get Me ン o n g は後に日本のテレビ番組情報プレゼンター特だね。で使用された。その後、元ザ・スミスのジョニー・マーが一時的に加入。1994年から2000年代前半にかけてはハインド チェンバース、アダム・シーモは、アンディ・ホプソンの4人で安定した活動を行う。2005年にロックの殿堂入り。2006年、ホップソンに代わりニック・ウィルキンソンが加入。ありがとうございます。